はいもしもしあもしもーしはいはいどうしましたあのちょっとウーバーイーツでトラブルがあっちゃったはいはいはい何今日あのコラコラさんの配信見ながらうんチキンステーキを頼んだんですねえー、美味しそうですねはいはいで食べたんですけどうんそっからちょっと調子がすごい悪くなってはい吐き気がやばいんですよえー で、ちょっと、今流行りのノロウイルスかな。うん、あの、ちょっと写真を見ていただきたくて。写真と動画を見ていただきたいんですけど。これって。はい、あの、僕、自炊とか全然しないんで、わかんないんですけど。ええー、何、何、それ、見せます、あのー。これって、生焼けだったりしますかね。ああ、鶏肉がね、生焼けは、だいぶやばいからね。もうち、うん、ちょっと見して、見して、その画像動画を。ちょっと、ピンクっぽいんですよね。ピンクピンクしてる。ピクンピクン。いや、ピクンピ、いや,いや、ピンクピンクね。 ピンクピンクビグンビグンもうそれ生き生きてる人の肉だけどこれちょっとピンクじゃないですかこれステーキでいいんですよねステーキでチキンなんですよねチキンの鳥なんですこれチキンステーキでいいんですよねで桃って聞いてます桃肉はいちょっと今熱もちょっと若干出てきてやばいやばいやばいもう完全に体調崩してるやんそうなんですよちょっとではいちょっと待ってねみんな今見るから はいちょっとあの皆さん鶏肉僕全然詳しくないんであの知識のある方にちょっと見ていただきたくて、うん、ちょっと待ってこの動画なんか開かないぞなんだこれあれじゃあちょっと写真ももう一回送りますねダメだなんかこの動画見れないあじゃあちょっと写真だったら大丈夫ですかね、うん、写真だったら大丈夫かも、うん、すみません遅くにあいいえいいですよいはい,いや普通にやばいと思う結構やばいっすよねうんでウーバーにも問い合わせたんですけどうん なんか千円ぐらいしか <laughs> 千円のクーポンが返ってきただけ。そうなんですよ。動画、えー、がちゃんと映ってるんで。これどう生じゃねこれ。これ結構ピンクじゃないですか。いやこれ<で>結構でかこれ火通ってないでしょなんか。<laughs> これやばそうないな。で、で大丈夫これ。 ちょっとさっきから気持ち悪くなっていややばいやばいやばいこれ普通にやばいと思ううわ半分ぐらい食べちゃったんですよあえもう残してるんだまあまあそれはそうかそうすいやこれはもう完全にやばいしこれ店も相当やばいそうっすよね絶対ゴーストレストランレストランやろあゴーストレストランでした調べたら電話番号も出てこなかったんでやばすぎそれやばいわもうそれでも注意関係でそれ店出しといたのはいいんじゃないのそれ何ジっすか何されたりしあの 法,法的手段取られてないや,いやだから逆にこれねもう、はい、え救急車呼ぶレベルなのマジっすかっなんかみんな救急車呼べとか言ってるけどそうなのみんなマジっすかちょっとでこれで何より僕がイラついたのはちょっと、うん、マジでウーバー側の対応がちょっと本当にひどかったんで、うん、これウーバー側に写真提供したこれはい送ったんですよ そしたらとりあえず千円送っときますみたいな感じ。いや千円じゃ済まねえよって言ったらこれあのそうすよね。今病院代とか今もう寝れないでこうやって起きてたんでうわこれ相当体調悪そうだね。はいちょっとなんでずっと気持ち悪いながらなんか気持ち悪いあのマルチの話聞いてました。いやでもこれマジで病院行った方がいいような気するけどわかりました。ちょっと病院って診断書もらってきてああそうだねうん。 そうですよね。やばいですねこの色だと。ええや,やばいこれはもうてか絶対食わない俺これが届いたらまず <laughs> <で> <laughs> まず食わないもう全部捨てる。<laughs> はい。うんちょっとじゃあもう今後はゴーストレスタンを使わないでしょう。ーゴーストレスタンもゴミだからねあれ本当ね。うん、はいそうですよね。はいまあ、あ病院行ってください。はいわかりました。すみません遅くにすみません失礼いたしました。<laughs> いやー、これ、チキンステーキ頼んでこれって、でもさ、お店も出して、そのお店のページも出した方がいいよね、ゴーストレストランとはいえ。うーん、はい。でも、ゴーストレストランっていうのは、なんか、あの、カレー屋だったり、ラーメン屋だったり、ステーキ屋だったり、まあ、同じ厨房なんだけど、いろんな、なんかな、まあ、ほんと、偽名の店舗名を出して、ラーメン屋になったり、ステーキ屋になったりしてるの。でも、同じ厨房なの、全部。うん。 そうだからウーバーイーツとかはそういうのが普通に乗ってるからお店を調べてゴーストレストランかどうかをね把握しないとまあ結構前もね取り上げたことあるんやけどゴーストレストランの厨房マジで衛生面終わってるからねまあ全部が全部か知らんけど俺が見たのはもう終わってる本当に食材とか普通にそこら辺に転がってるからねあの人が歩くところとかにもうそのぐらいのレベルで衛生面がねやばいウーバーもねそういうレストラン載せんなって話だけどねうん